浩平、松山浩平、お前、何やってんだよ。浩平、お前最近、見てらんないぞ。去年末からお手馬だった三冠を共に制したデアリングタクト。浩平のダメな騎乗もあるけど、マーカントという欧州ではトップクラスじゃない騎手に強奪され、ジャパンカップでは4着だったけど、各所で絶賛された騎乗だったよな。ネットでは浩平が乗り換わりを志願した、とも伝えられているけど、騎手だったらそんなこと言わないよな。杉山春樹厩舎は騎手に調教を乗ってもらう代わりに基本的に騎乗はさせてもらえる厩舎。そんなアンチ騎手みたいなことないよな。浩平、で、そのジャパンカップを勝ったのは前走京都大賞典で浩平が末脚を爆発させて勝ったベラーズール。浩平悔しかったよな。だが、ムーアの騎乗はものすごかったよな。その悔しさをぶつけるはずだったチャンピオンズカップの帝王ケインズの騎乗では枠もあったが終始外を回らされての4着。単勝オッズ 1.5 倍の支持を不完全燃焼。というかもうちょっとなんとかならないのっていう騎乗で馬券圏外に飛ばしたよな。浩平、浩平、お前、このままではいけないんじゃないか。有馬記念はベラーズールの手綱が戻ってきたけど、ムーアとの腕の差を証明するような惨敗。年が明けて必勝体制で挑んだ川崎記念はドバイワールドカップを制するシュバテソードに敗れ、2着。ドバイワールドカップ参戦予定だった帝王ケインズの鞍上は浩平からいつの間にかにマーフィーに。コロナ規則違反旅行というやべえ事件を起こして、その上ある中で騎手免許取り上げられた人間に取られてしまった。浩平、お前、悔しくないのか。悔しさを感じられなければ、騎乗技術はあっても藤岡祐介コースだぞ。いい馬を取られてヘラヘラするかしないか。お前はどっちなんだ。そして、今年のクラシック路線。確かにノーザンファーム系列のクラブの外人騎手優先の乗り換わりには並行することが競馬ファンとしてあるよ。レーンに馬を集中させるような乗り換わりはどうかと思うよ。でもなぁ。浩平、お前が弥生賞を勝たせた助けーら。皐月賞は馬場を呼んだ良い騎乗で2着だったお前の助けーらなぁ。レーンでダービー勝ったぞ。確かに横山たけしの判断ミスや騎乗ミスでソウルオリエンスはダービーで負けたと思う。タスケーラとレーンはその感激をついたのは事実だ。でも、浩平、お前がもしダービータスケーラに乗っていても絶対に勝てなかったと思えるのはなんでだろうな。宝塚記念はベラーズールの手綱が戻ってきたけど、惨敗。工夫は見られたけどな。浩平、浩平、松山浩平、俺、悔しいよ。は？浩平、お前は騎乗技術は高いものを持っている。ただ、進路取りや戦略、戦術はゲートから出て馬場のいい外を走らせて、折り合い重視。これじゃあ言うまで条件戦は勝てても G1 で能力が拮抗していたり、能力の足りない馬では白旗を上げている行為に他ならないぞ。浩平、お前、騎手としてこのままでいいのか？このままだと藤岡祐介コース。よって福永祐一コースだぞ。コロナで外人騎手が来なかったから福永祐一はダービー勝てた面もあるんだぞ。そんな幸運はもう来ないんだぞ。浩平、浩平、今のお前は外人騎手に頼めなかったり、短期免許でいなかった場合のいくつかある選択肢の日本人騎手の一人に過ぎない。お前、それでいいのか？浩平、そんなお前に、俺から提案がある。今年の上半期と昨年末、浩平は辛い季節を過ごしたけど、ここで復職して、輝くんだ。大井2000メートルの地方交流 G1、帝王賞、帝王ケインズの手綱、回ってきたよな。お前、今回ダメだったら、帝王ケインズは他の人間の手に完全に渡ってしまうぞ。浩平、松山浩平、帝王賞、お前の神騎乗で俺に先頭ゴールを見せてくれ。俺、大井のファンファーレのお姉ちゃんの生足を凝視しながら、イルミネーションの中で、待ってるからな。とんでもない目で見ていそうだな。頼んだぞ。浩平。
こんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサです。さあ、今日は競馬ゆっくり地方競馬初参戦。ってことで2023年の帝王賞の予想をバチコリと決めて、勝利の快感を共に味わいたいと思うけど、逆進がついに大いに、地方競馬に上陸してしまったわね。来年の2024年からダート路線がかなり改革されるからね。地方交流重賞にも行かないとね。おお。ただ、あんまり競馬ゆっくりは地方競馬に明るくないんだけど、中央馬と地方馬は明確に違いがあるわ。それは一体、それはまた次回にやるけど、とにかく今は中央馬と地方馬には明確に違いがある。ということだけ覚えてもらえれば、一応ヒントを出しておくと、走破時計は中央馬と地方馬に差がなくても中央馬がほぼ勝つ。という理由はなんでだ。ということね。おお。で、今回、12頭中7頭が中央馬で5頭が地方馬。ということだけど、地方馬には用はなさそうね。どうしてそう言えるの？だって、多い2000メートル。例えば去年の帝王賞は2分3.3秒で名将ハリオが勝っているけど、このタイムで両馬場で走れる地方馬は皆無。一応2分4.9秒で大井記念を制した蘭陵王が最上位だけど、最近は不調で買いづらいし、ライトウォーリアは成績や着順は安定してるけど、時計的な信頼がないし、おお。っていうことは、帝王賞は中央馬で決着するということね。そうね。で、海外遠征、サウジやドバイから帰ってきた馬の試写選択なんだけど、ジュンライトボルトはちょっと買いづらいわね。おお。こっちも涙のムーアに乗り換わりからチャンピオンズカップのパートナーの石川くんに戻っているけど、どう出るかはわからないけど、この馬は2000メートル、少し長いんじゃないかしらね。1900メートルまでは勝ってるんだけど、確かに戦績を見るとそうね。普通の地方のペースなら距離は持ちそうだけど、中央馬がひしめくこういう重賞だと、私は割引たいわね。おお。また、大井2000メートルのアウノップルのも買えないわね。持ち時計は不良馬場の2分 4.6 秒じゃお話にならないし、世代限定戦で56キロ。牛バテ走路の2着だった東京大商店は55キロ。小馬になって振るわないのは筋量の増加があるんじゃないかと思うわ。結構穴で狙う人いそうだけどね。同じ理由で萩のアレグリアスも買いたくないわね。確かに成績は安定しているけど、勝った名古屋大商店も期待の割には危なっかしいレースだったし、54キロであれでは、相手が強化されて、57キロじゃ、って感じね。おお。こうして見ていくと中央の帝王ケインズ、クラウンプライド、名将ハリオ、プロミストウォリアに絞られたわけだけど、地方交流重賞はバチコリ買い目を絞らないといけないからね。で、展開を考えるとプロミストウォリアが逃げるんだろうけど、この馬、地方初参戦だから何にも言えないけど、地方のダートで1000メートル 62.5 秒前後で逃げると思うわ。大井だと少し早いわね。ただ、このプロミストウォリア、前走メンバーはテウスだったけど、59キロでアンタレスステークス勝ってるし、ここでも通用する馬であると思うのよね。鮫島という重りでも、ここではペースをきちんと踏めれば大丈夫だと思うわ。おお。じゃあ、プロミストウォリアが本命？そういうことね。ごめんね。公平。裏切られた公平。対抗は追い込みならの名将ハリオ。最後の末足は信頼できるわ。浜中くんがスタートでつまずかなければいいんだけど。まだフェブラリーステークスを根に持ってるわね。不安なのがクラウンプライドね。この馬は強いんだけど、勝ちが少ないし、川田優雅への乗り換わりも微妙に合ってない感じがするのよね。おお。それにサウジ、ドバイの連戦で感覚はあるにせよここでしょ？判断に迷うわね。帝王ケインズも強いんだけど、どうも絶対王者感がしないというか、コロッと負けるし、一番いい時は終わって、緩やかに下っている感があるんだよね。点数も減らさないといけないしね。競馬ゆっくりが指名しないで帝王ケインズがどうか、というのも気になるし、
今回はプロミスとゴリアと名将ハリオでバチコリと勝負したいと思うわ、公平。チャンスやで。買い目はプロミスとゴリアの単勝、名将ハリオとの馬単裏表の2点の合計3点で勝負よ。最近思うけど、あんまり競馬ゆっくりは川田優が好きじゃないわね。どっちかというと地方騎手っぽい感じがするんだよね。折り合いとかペースとか、そういう松山公平、藤岡雄介、福永雄一ラインの中央出身の騎手っぽい特徴が合う馬が合わない気がするんだよね。福永から川田優雅の乗り換わりも成績が良くない気がするし、クラウンプライド。それに、正直、松山公平という騎手はやっぱり無難というか、何も考えずにリズムよく走らせて、外を無意識に回す騎手だから、少数頭の今回は買いなんだけど、自分から動いて、という判断ができない気がするんだよなぁ。判断したとしてもそれが間違っている感じがするし、もう松山公平には藤岡コースしかないと言ってるようなもんだぞ。喜べ。ローカルの警備員という就職口があるぞ。藤岡雄介、中央場所にいる方が珍しくなったよなぁ。ハピも取られちゃったし、去年の今頃とは落差が、ジャックドールから確実に転落しちゃったよね。悲しい、悲しい。以上になります。高評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それでは。